ようこそ皇室ラボへ。雅子さまは特に白いコートをお召しになられる際の優雅さが際立ち、スカーフの巧みな使い方も多くの方々を魅了しています。愛子さまにおかれましては、雅子さま特有の柔らかな質感と色使いを取り入れた装いで、上品さをさらに引き立てられているように思われます。天皇ご一家のお姿はどのような装いにもエレガンスが漂います。この機会に雅子さまと愛子さまの冬の装いに焦点を当て振り返ってみましょう。ぜひ最後までご覧ください。1993年3月、ご成婚を控えられた雅子さまは、淡いベージュ色の上品な予備室のコートをお召しになり、皇室の教育を受けられました。高めのカラーとフロントに施された繊細なステッチが特徴的で、襟元からはシルクのスカーフが優雅に覗いていました。1997年2月、アクアスキュータムのネクタイとコートをまとい、英国の雰囲気を漂わせる陛下に合わせて、雅子さまもブリティッシュグリーンの装いでお姿を見せられました。お帽子にあしらわれたリボンやバッグを焦げ茶色で統一され、そのエレガンスな装いは多くの人々の目を引きました。1998年3月、カジュアルながらも上品な紫色のダウンコートをお召しになり、長野冬季パラリンピックへご出席されました。襟元は丸く、少々ラフな雰囲気を醸し出しつつも、黒いロングブーツやエレガントな四角いバッグを組み合わせることで、全体の装いを引き締め、洗練された印象を与えていらっしゃいました。2008年1月、アシンメトリーなフロントデザインとループボタン留めが特徴的なエレガントなロングコートをお召しになりました。淡いブラウンのリボンがついたお帽子、ブラウンの手袋、そしてブーツを合わせることで、白いコートの美しさが一層引き立てられました。2024年1月、雅子さまは正倉院宝物を受け継ぐ天に、淡いピンクベージュ色のパンツスーツをお召しになりました。少し濃いめのベージュと淡い色合いを組み合わせたシフォンのストールは、一方の端には葉っぱ、もう一方には花の模様が施されており、その繊細なデザインが雅子さまの装いに洗練されたアクセントを加えていました。2019年3月、愛子さまは水色のインナーにふんわりとしたケープをまとい、広がりのあるスカートをご着用になりました。オフホワイトは雅子さまが好まれる色で、愛子さまの装いにもその色が取り入れられ、襟元とバッグにはチャーミングなポンポンが添えられていました。この繊細で洗練されたスタイルが愛子さまの優雅な雰囲気を一層引き立てています。2022年12月、愛子さまが淡いベージュのジャケットと淡いピンクのスカートのセットアップでお姿を見せられました。雅子さまのスカーフと色味を合わせられ、統一感のある装いをされています。愛子さまがお好きなファーがあしらわれた丸いショルダーバッグも、その洗練されたスタイルをさらに引き立てていました。2023年11月、雅子さまのストールと調和された愛子さまの淡いピンク色のセットアップが公の場で披露されました。愛子さまは花形の襟に4つ用のクローバー系のブローチをお使いになり、
ジャケットのウエストにあしらわれたボウ。この繊細な配慮が見られる装いは、世代を超えた皇室の方々の美意識を感じさせます。白いコートは多くの女性が憧れる特別なアイテムといえます。その理由は、単色でありながら着こなしには高度な技術が要求され、少しの誤りで目立つこともありうるからです。またこの色は着る人を選び、センスと気品を同時に要求し、時にはその人の個性や性格まで映し出す、少々わがままで意地悪な一面も持っています。そんな中、皇后陛下は若い頃から白いコートをお召しになり、さまざまな場面でのお写真を拝見するたびに、その美しさに目を奪われます。愛子さまにおかれましても非常に似合われていて、センスと気品が自然と感じられます。これらの資質は金銭では決して手に入らないものです。愛子さまが4月より日本赤十字社にお勤めされることを心よりお祝い申し上げます。昨年秋から平和を願う強い意志を持って日本赤十字社への就職をお決めになったと伺いました。最初は大学での学びを深め、古文学を専攻し、天皇陛下の影響を受けながら、さらに語学力を高めるために海外留学をされる予定だとの報道もありました。このため愛子さまのご決断には多くの方々が驚かれたことと思います。皇后雅子さまは歌会始の儀で愛子さまの平和への願いを阿子という表現を用いて歌にされました。これは我が子への深い愛情と平和への切なる願いが込められていることを示しています。令和6年の元旦に発生した能登半島大震災では、多くの犠牲者や安否不明者が出ました。今もなお停電や断水、ライフラインの断絶により避難生活を送られている方々がいます。天皇皇后両陛下はこの事態に対し、一刻も早い救助を願い、寝ずにご心配されていたと聞いております。成年皇族としてのご公務も増える愛子さまに、天皇皇后両陛下を支え、そして平和と人々の幸せへの願いを形にされていく素晴らしい一年となることを心から願っております。いかがだったでしょうか。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。